今回の動画は先日投稿したサンダージャンクションの無法者の注目カード紹介の続きとなります。前回の動画ではサンダージャンクションの無法者の中で下環境でも使われそうな注目カードのうちクリーチャーに限定して7枚のカードを紹介させていただきました。今回は前回とは逆にクリーチャー以外のカードに限定して7枚紹介させていただきます。なお今回の動画でも前回と同じくスタンよりも下環境をメインでやっているプレイヤーの目線から見てスタンではなくパイオニアやモダンやレガシーといった下環境で使われそうなカードを中心に紹介させていただきます。なお私はヴィンテージはたまにしかプレイしておらずパウパーは長年全くプレイしていないためヴィンテージとパウパーの2フォーマットについては対象外とさせていただきます。ご承知おきください。これから挙げるカードの魅力や強さが皆様に伝わりましたら幸いです。それではどうぞ。注目カードの1枚目は3歩先、個人的にはこの動画で挙げる中では最も期待している1枚です。このカードはサンダージャンクションの無法者で登場した新メカニズムである砲台持ちのインスタントで青1マナの基本コストに加え3種類の追加コストから必要なものを1つ以上支払ってそのコストに対応した効果を呪文に追加していくことが可能です。1つ目の追加コストが2マナで呪文1つへの確定カウンター、2つ目が3マナであなたのコントロールするアーティファクトかクリーチャー1つのコピートークン生成、3つ目が2マナで2枚引いて1枚捨てるルーターです。3つの効果全てが有用であることは MTG で青いデッキを握ったことがある方全員に同意していただけると思います。下環境でこのカードとの比較対象になりそうなのが大魔導士の魔除けと謎めいた命令の2枚で、このうち謎めいた命令についてはモダン以下ではすでにほぼ見かけないカードですので大魔導士の魔除けが主な比較対象になりそうです。確定カウンターのモードは3歩先と魔除けの両方にあり全く同じ性能ですがドローのモードは3歩先がルーターなのに対し魔除けはドローですので魔除けの方が高性能です。もう一つのモードは3歩先はコピー生成、魔除けはパーマネントのコントロールダッシュと真逆の性能です。モード一つ一つを抜き出していくと基本的には魔除けの方が高性能に見えますが散歩先はマナさえあればモードを複数選択できるのが優秀であり魔除けにできないコピー生成モードは早期エレメンタルやティシャーナの塩縛りをコピーするなどいろいろ使えそうです。魔除けと散歩先はどちらが優れているというわけではなく併用していく形になるだろうと予想します。さらに言えばこのカードはマナ総量が1であるという点も見逃せません。マナ総量が1であるということはつまり美少術師呪文探求者でサーチ可能ということであり、さらに散歩先以外のマナ総量1の砲台持ちカードも最後の決戦など非常に優秀なものが揃っていますので散歩先やその他の砲台持ちカードを必要に応じて探してくることが可能なのです。一言でまとめると令和 MTG のパワーレベルにアップデートされた謎めいた命令といったところでしょうか。これの登場でデッキが超絶強化するということはないですが青いデッキで順当に使われる有料インスタントでしょう。注目カードの2枚目は身代わり防生機青3マナの有色アーティファクトで着地時に戦術2が誘発する置物ですがもちろんそれだけにとどまりません。マナ総量が3以上でこれでないアーティファクト1つが戦場に出るたびにあなたのコントロールするアーティファクト1つにつき11修正を受ける00のアーティファクトクリーチャートークンを出します。この身代わり防生機が出すトークンモダン以下のプレイヤーならもうお気づきのことと思いますがモダンホライゾン2で登場しモダンからヴィンテージまでのあらゆるフォーマットを定義する土地英雄ターンであるブルザの物語から出るトークンと全く同じ性能となっております。このトークン自体がアーティファクトのため最低でも11、それにウルザの物語デッキの動きを見たことがある方はご存知でしょうが下環境にはアーティファクトと地なども存在するため66とか77とかのサイズにはあっという間になってしまいます。そして身代わり防生機からトークンが出る誘発条件マナ総量3以上のアーティファクトの着地についてですがおそらくこれを一番うまく誘発させられるのがモダンの神話デッキ鱗神話ではなく純正の神話デッキだろうと思います。神話デッキは対流者の相棒マイヤーの処罰者思考の監視者といったマナ総量が7と非常に重い代わりにあなたがコントロールしているアーティファクトの数だけコストが軽くなる神話持ちのアーティファクトクリーチャーを多数採用しております。アーティファクトをたくさんコントロールしていれば0マナとか1マナとかで唱えられるこれらのカードを軽く唱えて
着地させることで身代わり防制機の能力を誘発させトークンを出すことができるのです。こうして身代わり防制機の能力を複数回誘発させて高いパワーのトークンを大量に並べることが可能ですね。ついでに言えば身代わり防制機はいかにも伝説っぽい性能でありながら伝説ではないため、2枚目の身代わり防制機の着地に1枚目の身代わり防制機が誘発してトークンが出る上に複数枚の身代わり防制機が並んでいれば出てくるトークンの数も2倍、3倍になっていきます。さらに言えば先日の動画で紹介した新登場クリーチャー潜入者サトルも神話の新パーツになりそうで、身代わり防制機と潜入者サトルの2枚もの強化パーツを神話はこの度獲得したわけです。この2枚を得て強化された神話デッキがモダン環境に新たな風を吹かせる可能性大いにあるのではないでしょうか。注目カードの3枚目は剣隊の宝珠、モダン以下でしか使えなかったこのカード、パイオニアにずっと欲しかったのですが、この度の再録でついにパイオニアでの使用が可能になってしまったわけです。これはパイオニアに波乱の予感です。無色2マナのアーティファクトでこれが戦場にある限りクリーチャーの着地誘発型能力は一切誘発しなくなります。この手の着地誘発型能力を封じるタイプのカードは静寂をもたらすもの、門営のスラルなど存在するにはしましたが、全て白であり白いデッキでしか使用できず、しかも全て生物ですので除去を受けやすいという問題がありました。一方でこちらは無色ですので色に関わらずどんなデッキでも採用が可能、しかも生物ではありません。クリーチャーの強力な誘発型能力を主軸に戦うデッキはこれを置かれるだけで非常に苦しい状況に陥ることでしょう。特にこれが突き刺さりそうなのが現在のパイオニアで暴れ回るアマリアコンボです。アマリアコンボはコンボの起点も含めクリーチャーの着地誘発能力を多用しますので、コンボを貫通できるわけではないですが非常に動きづらくなることと思います。剣隊の宝珠が登場後アマリアコンボは着地誘発能力に依存しすぎない形に変化せざるを得なくなることでしょう。ともかくクリーチャーの着地誘発能力を封じる色を問わずに採用できるこのカードがパイオニアに登場したことはパイオニアにおいて非常に大きな意味を持つでしょう。オシムラクはこれをサイドから持ってこられる大いなる創造者カーンが禁止されていることですね。注目カードの4枚目は秘密の複製機、青3マナの有色アーティファクトであり手がかりのサブタイプを持っており、2マナ払ってこれを探ることで1枚ドローが可能です。しかしもちろんこのカードの進化はそこではありません。あなたが秘密の複製機や他のアーティファクトを探るたびに能力が誘発し2マナを支払えば次の終了ステップの開始時にそのアーティファクトのコピートークンが生成されます。つまりアーティファクトを探ってもその場で2マナ払えば終了ステップでそれのコピートークンが出てくるのでそのアーティファクトを再利用することが可能なのです。モダンのアウトロンが多用していたアーティファクトを墓地から回収できるアカデミーの廃墟に機能は似ていますが、秘密の複製機を複数並べればサクって誘発する能力も複数誘発しアーティファクトを増殖させることも可能です。この手の置物にありがちな欠点として単体で何もしないというものが多いですが、これに関してはサクってドローに変えつつコピートークンを出すことで完全に腐ることはないでしょう。いかにもジョニー向けカードといった趣であり様々な面白コンボが組めそうですが、特にパイオニア以下の環境でメタゲームに食い込む可能性を感じるのがウギンの絆とのコンボです。ウギンの絆は戦場から墓地に置かれるなら代わりにこれを追放した上であなたが追加ターンを1ターン獲得できる伝説のアーティファクトです。さてウギンの絆と秘密の複製機がある状態で交易所などのアーティファクトの探り台でウギンの絆を探ったら何が起きるでしょうか。ウギンの絆の効果であなたが追加ターンを1ターン獲得しますが、その際秘密の複製機も誘発し2マナを支払うことでウギンの絆のコピートークンが生成されます。その直後にウギンの絆のコピートークンを探れば追加ターンを獲得しつつコピートークン生成というわけで無限ターンに突入し、その時点で勝利が確定です。このコンボを搭載したコンボデッキがパイオニア以下の下環境のメタゲームに食い込むことが期待できそうですね。注目カードの5枚目は失われた10手です。現在の MTG のストーリーにおける時代から約1300年前神川次元やドミナリア次元で活躍したとされる伝説的な人物梅沢敏郎が所持していたとされる武器梅沢の10手、そのあまりの強さにモダンで禁止された伝説の装備品が帰ってきました。
これは非常に胸が熱いです。1マナの装備品で装備コストは1、どちらも梅沢の10手の半分のコストですね。装備するだけでは何の効果もないですが、装備したクリーチャーが攻撃を通すたびに蓄積カウンターを1つ置き、マナ不要で蓄積カウンターを1つ取り除くだけで起動できる起動型能力で3つのモードが選べます。その内訳は、土地を1つアンタック、対象クリーチャーのブロック禁止、クリーチャーにプラスカウンターを置くです。1300年の時を超えて力が衰えたのか、梅沢の10手に比べるとかなりカードパワーが落とされている感じがしますね。しかしながら、モダン以下のプレイヤーであればこのカードがアーティファクトであり、マナコストが1という点で例のカードのことを思い浮かべるでしょう。そうです、ウルザの物語ですね。ウルザの物語の参照でライブラリーからサーチして戦場に出せるのです。それからウルザの物語から出たトークンに装備させて、そのまま殴りに行ってカウンターを貯められますし、カウンターを消費してウルザの物語をアンタックし、トークンを追加生成する動きが可能です。なお、モダンの名手として知られるストリーマーのアスパイリングスパイクさんは、この失われた10手についてウルザの物語でサーチできるので梅沢の10手よりも優れていると評価しておられました。モダンにおけるウルザの物語デッキにはきっと一枚差しされるのではないかと思います。レガシーにおいては失われた10手のほぼ上位互換であるピックボーイ3000が存在しているため、ピックボーイ3000が使えるなら残念ながらこちらの出番はないでしょう。しかしながら MO においてはピックボーイ3000を含めてフォールアウト統率者デッキのカードが実装されないということで、ピックボーイ3000が使えないため失われた10手にも及びがかかるのではないかと思っています。余談ですが、カードの性能とは関係なしに MTG のストーリー的にも失われた10手は興味深いです。失われた10手を含むボーナスシート、ビッグスコアのカードはフォモーリの宝物庫の中身という設定なのですが、この10手がフォモーリの宝物庫の中にあったということは、梅沢敏郎が生きた時代の神川次元やドミナリア次元にフォモーリが何らかの形で干渉していたということなのではないかと思います。フォモーリの謎、またしても深まってしまいました。今後のストーリーをますます楽しみにさせてくれる1枚ですね。注目カードの6枚目は溶岩白蛇のグッズ。1マナの装備品で装備コストは1、装備したクリーチャーは10修正を受け速攻とご褒美値を持ちます。アンコモンということもあり、不運の一言でスルーしてしまいそうですが、とんでもありません。このカードの右上に注目してください。スルーしてはならない理由がそこにあります。そうです、マナコストが1ですね。つまりウルザの物語の参照でサーチして戦場に出せるのです。ウルザの物語から持ってきて、ウルザの物語から出たトークンに装備させ、そのまま速攻で殴りかかる動きが弱いはずがありません。モダン以下のウルザの物語採用デッキで広く見かける1枚になりそうです。最後となる7枚目は再覚醒したジェイス、サンダージャンクションの無法者のストーリーでまさかの再登場を果たしたジェイス・ベレレン。詳細はぜひともストーリーを読んでもらいたいです。今度のジェイスはプレインズウォーカーに変身するクリーチャー群を除けば歴代3枚目となる2マナのプレインズウォーカー。ただしあなたの第1、第2、第3ターンに唱えられない制限があり、2ターン目にすんなり出せるわけではありません。3つの中精度能力を持ち、そのどれもが2マナのプレインズウォーカーとして順当に強力なのですが、私が特に注目しているのが2番目のプラス1能力のあなたの手札からマナ総量3以下のカードを計画するという能力。計画したカードは次のターン以降にマナを払わず唱えられる。恐ろしいのはこの能力は中精度マイナスかと思いきや、なんとプラスであり、軽い呪文に限るものの毎ターン呪文を手札から1枚ずつ踏み倒し放題です。スタンダードならこの能力を普通に起動していくだけでも十分ですが、この能力の進化が発揮されるのは嘘の神バルキーが存在する下環境でしょう。嘘の神バルキーはモードを持つ両面カードで、裏面が7マナのプレインズウォーカー、星界の騙し屋ティボルトなのですが、表面は2マナなので再覚醒したジェイスの能力で計画できる対象であり、次のターン以降に裏面の星界の騙し屋ティボルトを踏み倒して唱えることが可能なのです。そして先ほど申し上げた通り、このカードはあなたの第1、第2、第3ターンに唱えられないのですが、下環境ではわざわざ4ターン目になるまで悠長に待つ必要すらもありません。例えばパイオニアなら、全ての呪文が瞬速を持つ予期の力戦の力を借りることで相手の2ターン目に瞬速で
再覚醒したジェースを唱え、こちらの3ターン目にバルキーを計画すれば、4ターン目にはティボルトが戦場に立つことが可能です。モダン以下であれば手札からプレインズウォーカーを踏み倒して出せるが、そのターンの終了時に生贄に捧げられる。次元縛りの凶暴者を使い再覚醒したジェースを踏み倒すという手もあります。これらのジェースとティボルトのコンボが下環境で実際に活躍するかどうかはまだ分かりませんが、面白いコンボではありますよね。今後の下環境で活躍したらきっと楽しいでしょう。以上、私が個人的に注目しているサンダージャンクションの無法者のクリーチャー以外の注目カード7選でした。サンダージャンクションの無法者、カードパワーが全体的に高い上にジョニー向けカードにも事欠かず、カードリストを見ているだけでワクワクしてしまいますね。発売日が本当に本当に楽しみです。なお、今回の動画はクリーチャー以外編でしたが、クリーチャー編についても投稿していますので、興味を持った方はぜひとも概要欄のリンクからご視聴いただけますと嬉しいです。皆様はサンダージャンクションの無法者のどのカードが気になりますか？ぜひともコメント欄でお聞かせください。今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。